まりの皆さん、ありがとうございます。なんかすごい二重になってます。大丈夫大丈夫、はい、改めまして岡本商店街のお集まりの皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、大丈夫、はい、私たちはここ神戸初のアイドル、神戸リーズです。神戸の魅力と元気を全国に発信しています。それではメンバー一人ずつ自己紹介させていただきます。どうぞ。はい、皆さんいつもお仕事、学校、おつかにゃん、ありがとうございます。今日は盛り上がっていきましょう。北区代表のかにゃんこと山下かなです。かにゃん。はい、テレビ区の今日もにっこりーちゃん、ありがとうございます。アニメ大好きりーちゃんこと浜口りさです。りーちゃん。はい、兵庫区のえくぼがチャンポイント、皆さん今日も楽しいめいめい、ありがとうございます。めいめいこと真中めいです。めいめい。読書の秋、食欲の秋、秋なの秋、ありがとうございます。北区のお昼寝大好き、アッキーナこと藤本アキーナです。アキーナ。はい、タルミクのシビちゃん、ジョトン、ドーガン、ジョトン、ありがとうございます。ゆうりこと伊藤ゆうりです。ゆうり、よろしくお願いします。よろしくお願いします。伊藤ゆうりさん。改めまして皆さん、岡本商店街へようこそ。ようこそ。ありがとうございます。はい、今回はですね、はい、じゃじゃん、こちらのチラシ持ってる方いますか、うん、みんな持ってる、お、持ってる方がもうすでにいらっしゃる、うん、ありがとうございます。こっちはね、すいません、ありがとうございます。はい、はい、こちらの持ってる方はちょっとこちらの方を見てほしいんですけれども、持ってない方はちょっと話をちょっと聞いてください。はい、こちらのイベントは新春 1.11 お楽しみポイントシール岡本商店街さんの方でイベントがあるんですけれども、こちらのイベントの方は12月18日金曜日に配布を開始します。サタスタのように複数回に分けて配布はしませんので、なくなった時点でこのお店の分は終了となっております。1.11 のシールの配布期間は翌日1月10日日曜日までとなっております。500円のご利用ごとにシール 1.11 シールを1枚差し上げますので、台紙に貼ってください。こちらのチラシは来園前とドンクさん前の方に看板とチラシの方がありますので、そちらの方チェックしてみてください。さらにこちらお得な情報があります。はい、こちら 1.11 のこちらだ、ん？金券プレミアムサービス、さらにダブルチャンスという3倍お得な 1.11 シールを岡本商店街さんでじゃ あるんですけれども、こちらはこちらの金券はですね、2016年の1月11日月曜日から1月31日までこちらシールが10枚で1000円こちらたまりますと金券としてお使いいただけますので、皆さんこちらぜひチェックしてみてください。はい、ありがとうございます。はい、こちらの中の方にもあのチラシがあるんですけれども、中がちょっと地図になっていまして、マップ、はい、マップがありまして、サーテンマップ、はい、詳しくはこちらの方のお店の方にもチェックしてみてください。こちら全部で143店舗をこちらお使いいただけるみたいです。はい、すごい多いですね。143、そう、すごい数があるんですけれども、まあめっちゃ広いもんね、だってそう、ね、岡本商店街さんね、すごいおしゃれな店とか、すごいおしゃれな食べ物があったりとか、本当に魅力的なお店がいっぱいありますので、はい、皆さんそちらの方ぜひ回ってみてください。よろしくお願いします。はい、お願いします、お願いします。その次は、はい、こちらになるんですけれども、神戸リーズからの告知ですね。はい、神戸リーズからの告知をさせてください。はい、私たち神戸リーズ、ついに来年の2月の10日に全国流通版 CD 第5弾新曲の発売が決定しました。イエーイ、やった、ありがとうございます。この新曲は今年の12月25日クリスマスの日にタワーレコード神戸店さんにて新曲初披露リリースイベントがスタートいたします。イエーイ。皆さん、クリスマスのご予定は空いてますか？空いてます。あ、なんかすごい半々。珍しい。あ、恋人とかね。あ、違かった。ちょっと半々な感じになってるんですけれども、はい、もう一つ。
もう一つイベントがございまして、はい、めくりすぎた、はいはい、はい、戻しました。じゃじゃん、こちらもう一つイベントがあります、はい、このリリースイベントに伴いまして、来年の2月の14日バレンタインデーの日に神戸市のワンマンライブボヤージュ4の神戸チキン料理さんにて開催します。イエーイ、ワンマンライブ、バレンタインデーは皆さん空いてますか？結構先ですけども、結構先でも忙しい、先やからこそ予定開けれるんやない？そう、うん、あと2ヶ月かな、あと2ヶ月やからこそ予定を開けててください。はい、はいはい、こちらおさらいをしますと、来年の2月の10日に新曲発売、今年の12月25日クリスマスの日に新曲初披露リリースイベントがスタート、はい、来年の2月の14日バレンタインデーの日にワンマンライブボヤージュ4の開催、神戸リズのイベントの詳しい情報は神戸リズのオフィシャルホームページをご覧ください。よろしくお願いします。お願いします。それでは次の曲は皆さんのおかげでオリコンデイリーランキングトップ10にした曲、聴いてください。グローリーデイズ。
ありがとうございます。ここで最後にですね、神戸リーズからお知らせの方させていただきたいと思います。神戸リーズ毎月1回ですね、あの三宮にの北の坂の方にある神戸チキンジョージさんの方で、はい、毎月1回定期公演をさせていただいてるんですけども、はい、次回の定期公演はですね、年をまたぎまして2016年の1月8日でございます。1月8日の金曜日、はい、となっております。そしてですね、プロデュース公演を、ね、毎月やらせていただいてるんですけど、メンバープロデュース公演をやらせていただいてるんですけども、今回ははい、私です、みなさんということで、はい、さっき あの大阪でのライブでも言わせてもらったんですけど、はい、昨日のライブで、はい、まだですか、もう定期公演の内容を考えてると言いましたよね。はい、でもちょこちょこ考えてますよ。絶対だってなんか、だって楽屋でさらっと俺考えてないですよねみたいな言ってたしな。なんとかってできますかとか、なんかそう今さらなんかちょっとマネージャーさんになんとかってできますかみたいな、もう決まったんやったらえみたいな、もう考えてるんじゃないんかなみたいな思ってたんですけど、嘘ついてた。いや考えてます、ちゃんとプランは立ってます。ほんまにか。でも楽屋でちょっとボロが出てたよね。ちょっとボロ出てた、ちょっと心配なんですけど、ちょっとくっそーと思いながら、はい、まあでもね、リサならできると思いますよ。まあ、楽しい公演を、はい、はい、楽しい。まあ2016年一発目の定期公演ですから、定期公演から、はい、ちょっと違う。期待してね、変なプレッシャーを抱えてしまったっていう、プレッシャーを与えまくりましょう、はい、まくりましょう、みんなでね、好きな公演ね、プロデュースしてください。はい、はい、そのリサのプロデュース公演はですね、はい、前売りチケットの方が12月22日火曜日ですね。そう、12月22日火曜日に前売り券発売となりますので、皆さんぜひお越しください。よろしくお願いします。お願いします。それでは最後の曲それでは最後の曲聴いてください。海の見える街。海の見える
はい、この後物販がございまして、はい、3時まで物販が3時まで3時もちょい、3時ちょっと前ぐらいまで物販がございまして、はい、3時からですね、キャロルナイト、キャロルナイト、キャロルナイト、クリスマスキャロルまだ3時だから夜じゃないねナイトだと思ってクリスマスキャロル、クリスマスキャロル、子供たちと一緒に、はいね、サンタさんの格好をしてあの街を岡本商店街を練り歩きたいと思います。はい、JR 前とドンク前とコープ前、はい、あ、3カ所に分かれるんですね。今知りましたね。おお、今知りました。今知りました、びっくりしました。3カ所に分かれて止まって、ちびっ子たちと熱唱熱唱じゃ合唱や合唱したい、はい、クリスマスソングを合唱したいと思うので、はい、楽しみですね。メンバーも3カ所に分かれるんですかね、はい、あ、メンバーも分かれるみたいです。え、これぼっちのうちやつじゃん。えー、やばいじゃんけんか、あとで決めよう、あとで決めよう。そうだねまあね、はい、素敵なイベントとなっておりますので、皆さん、はい、ぜひぜひ3時からもよろしくお願いします、はい、それではせーの、コーベリーズでした。ありがとうございました。ありがとうございました。アキラちゃん、アキラちゃん、